おはよう。新庄くんだよ。今回は、リメイク版デモンズソウルの対人戦をやっていくよ。前回の動画では黒ファンになって侵入したんだけど、今回は侵入待ちをしてみるよ。侵入待ちっていうのは、生身の状態になってどこかのエリアにいると、他のプレイヤーちゃんが黒ファンになって新庄くんの世界に侵入してくるよ。そんな侵入してきた黒ファンちゃんを討伐するんだよ。今回も武器はハルバードを使っていくよ。あと、今回は白4で侵入待ちするよ。それじゃあやってくよ。まず白4で侵入待ちするときの準備なんだけど、白4に入ったらここにいるユニ兵ちゃんたちを処理しておくよ。あと、この奥には NPC の黒ファンちゃんが3体いるから事前に倒しておくのがいいよ。それで準備が終わったらここの位置で待機するよ。生身の状態で待ってたらどこかのプレイヤーちゃんが侵入してくるんだよ。ちょっと待ってるね。ね。あ、誰か侵入してきたよ。ここに白い雲が現れたら侵入してきたサインだよ。ドキドキするよ。侵入狩りが始まるよ。なんかマッチングできなかったみたい。もうちょっと待ってみるよ。あ、侵入ちゃん来たよ。ドキドキするよ。おはよう。新庄くんだよ。待ってー。ごめんね。ね。びっくりしたかな？攻撃してスタミナ削るよ。あともうちょっと。もう9。次の侵入ちゃん来たよ。一度きりの復活でバフをかけるよ。ドキドキ。ハルバードも魔法で強化しておくよ。あれ、いない。まだ来てないのかな？侵入ちゃんどこにいるのかな？いたよ。おはよう。新庄くんだよ。行くよ。え、なんかワンパンで沈んだよ。もう9。最後の侵入ちゃんだよ。魔法でバフかけるよ。おはよう。新庄くんだよ。あ、なんかすごいフレーム飛んでる。新庄くんこっちにいるよ。気づいてないみたい。待ってー。ちょっと、赤目先生を味方につけるなんてずるいよ。
2対1は不利だから離れるよ。逃げるんだよー。赤目先生が荒ぶってて怖いよ。あ、パリーされた。赤目先生の置き攻め。先に赤目先生を処理だよ。怠慢張らせてもらうよ。相手スタミナ切れてるから一気に攻めるよ。補給。さて、今回は侵入待ちをしてみたよ。新庄くんが侵入するときはサクサクマッチングしてたんだけど、侵入待ちだと1時間に1回とかのペースだったよ。もうちょっと人口が増えてきたら対人が盛り上がってきそうだよね。さて、今さら自己紹介なんだけど、新庄くんは高知県須崎市のマスコットキャラクターをやってるよ。ゲームが趣味でこうやってデモンズソウルの動画をたくさんアップしてるから、よかったら見てね。ね、面白かったり。なんで市のマスコットキャラちゃんがゲームしてるのってびっくりしたら、動画にグッドボタン押してください。チャンネル登録もよろしくね。ね。それじゃあ新庄くんでした。